ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。いろいろねオーディション番組が盛り上がっておりますけれども、韓国の M ネットのオーディション番組ボーイズプラネットがそろそろ始まりますね。で2月の2日に始まるといいますか、それがあるんですが、私の動画を見てくださる方の大半がいわゆる BE:FIRST のファン、 BMSG のファンの方でありますので、主にその方向けの動画っていう形になります。もちろんベスティーザストミンの方、いわゆる BE:FIRST と BMSG のファンの方以外の方でも大丈夫です、もちろん。はい、という感じでね、ラジオ配信で失礼いたしますけれども、もろもろとお話をさせていただきたいと思います。はい、で先にお願いがございまして、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をお願いしたいと思います。登録していただきますとモチベーションが上がりまして、いっぱい動画を撮るぞっていう感じになりますので、我々 YouTuber の元気の源でございますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ポチッと登録お願いいたします。というわけで本題に入りましょう。ラジオ配信ですのでサムネイルにさせていただきました。そうですね、ペンタゴンのフイ君という子が今回参加ということでね、実はそのかなりキャリアも長く、本当にすごい、K-POP 好きな方でしたら、ファンかどうか置いといても名前はほぼほぼ知っているであろうというね、そういう感じです。結構雑食である私でもやっぱりペンタゴンって名前は知っている。そこからね、結構プロデューサーとしてでもいけるであろうっていう子がオーディションに参加した、その気持ちっていうのも何か、ね、不思議なものがあって、プレイヤーでずっといたいというようなものなのか、何かしら現状打開したいとかいうものがあるものなのかみたいな感じのが話題になっておりますが、でそれと連動しまして、画像のね左上ですね、泣いているシーンがございまして、これがいわゆるボーイズプラネットの予告編が上がってましてね、それのですねサムネイルに使われております。サムネイルですね、いろんな画像あるんですけど、あえてこれをねサムネイルで使うっていうところでなんとなくお察しいただけるかと思いますが、結構ね厳しいオーディションと言いますか、編集とかでやっぱりその厳しさとかそういったものがかなり前面に出てくるものではあります。でそれもあるんですけどね、もともとその韓国の M ネットっていうところのオーディション番組は予告編とかがかなりこうピリピリする感じの予告っていう感じになります。なのでこれ見てもらっても分かるんですが、結構ね厳しい顔をしたりとか、それからタオルをね投げつけているんですよね、右下ですね。そういう感じで、これを見た感じで正直予告編怖すぎって思うじゃないですか。こういうタイプのオーディションもあるんですっていう風に書きましたが、ただ先ほども言った通り結構ピリピリする感じの編集とかそういう予告をしがちっていうのが M ネットという場所でございまして、これはね私以外の私よりも全然 K-POP とかに詳しい YouTuber さんやインフルエンサーさんなどもみんな言ってます。はい、間違いなくみんな言ってます。なのでおそらく他の方見ていただいてもそう言ってると思うんですが、そういわゆる悪魔の編集っていう言葉ご存知でしょうか。悪編って言われますが、非常にこう物議を醸すような編集をして、言ってみれば炎上させるような感じとか、こうざわざわさせるような感じっていうのを想定してやってくるっていうね。ただそれをだから悪と決めつけてしまうような簡単な話ではなくて、そのいわゆる争いみたいな感じの部分、競争っていう部分の争いの部分を結構前面に出して、それで盛り上げてきたっていう、そういうものがあります。人というものはそもそも、残念ながら今の世界も争い事が全然絶えないところからもお察しの通り、争い事を好む層というのが実際にはいます。皆さんの中にもおそらくはそういう闘争心とかっていうのはあると思う。それが前面に出る人と出てこない人、気づいていない人、気づいている人いると思うんですが、
残念ながら人間というのは逃走する生き物なんですね。でそういった本能的な部分をかなりこううまくついてきたものであって、それが実質その、まあ、K-POP もね随分流行ってからもう随分経ちますが、まあその築き上げてきたものの中にそういったものの部分があるっていうことではあります。でただこのね予告編、まあ概要欄にリンク貼っておきますが、あまり信用しない方がいいというかね、この言い方もあんまりよろしくないのかもしれないんですが、ただ他に言いようがないというか、怖い音楽を使って怖い感じの場面をこうつなぎ合わせてやってますが、決してこれがそのまま番組っていう形ではなくて、本当にいろんなところを切り取って切り張ってくっつけてやっている可能性が高いです。今までのその私はね別に M ネットオーディションをずっと見てきたわけではないですけど、今までのいろんなそういうオーディションの流れからそういうタイプのものが多いということで、だから実際はそのオーディション自体はこんなピリピリしているとは思わないですね。だからまあそうやって進むと思うんですけど、ただね、いわゆるその悪魔の編集とか悪編みたいな感じの部分っていうのも相まって、まあスタークリエイターという形で、まあ、国府的な感じで投票制オーディションなので、結果その視聴者の投票などでも、まあ、残るメンバーが決まってくるものなんですね。うん、だから、まあ、そういった部分もあるから、やっぱりね自分の推しをどうしてもデビューさせたくてみたいな感じで、結構まあ投票制オーディションの常といいますか荒れます。治安はあまりよろしくないと思います。なので例えばですけど、投票するっていうことに関しても、特にその韓国のオーディションで、で韓国の人だけじゃなくて当然日本人も入ってきて、まあ、グローバルっていう感じで、まあ、中国なども入りますし他の国も入りますね。ベトナムだったりとか欧米の参加者もいますねっていうものなので、まあいろいろとあるんですけど、まあ、基本的に結構バッチバチになります。でそれがバッチバチになるのが、まあねどっちかっていうとね、多分なんですけど参加者たちはバッチバチになるところもあるかもしれないけど、実際にはこう仲良くなっていくと思うんですよね。予告編ではまあいわゆるその対決姿勢みたいな感じの部分がフィーチャーされて、そう対決姿勢、そもそもいわゆるその K グループと G グループって分かれてて、何それって話ですけど、 K グループの K は韓国の K、 韓国人の参加者たちのグループで、 G グループの G はグローバル、韓国以外の国からの参加者っていうところで、なんかそこの対決姿勢みたいな感じの流れになるわけですよ。で予告編ではそれが結構バッチバチにやり合ってるように見える、なんかね、まあそういうところもありますよ。だからそこも含めてね、本当に結構怖いです、正直なところ。どうなるかも分かんないし、そう、まあ予告編が怖いっていうところと実際のオーディションの流れっていうのは違うとは思います。 Mnet の番組予告はそういう編集をしがちっていうことなんですがね、まあ、番組予告は点々点って書いてありますがね、サムネイルには。まあそうですね。でここまで聞いていただいて大体お察しいただけたかと思うけど、まあベスティーザストミンの方、まあザ・ファーストなどとは多分タイプが全く違うオーディションですですね。なのでまあオーディション番組自体に結構興味を持った人っていうのもザ・ストミンの方とかね、ベスティの方でもいるかもしれない。まあ実際その BMSG もオーディションドキュメンタリーではありますが、ドキュメンタリーではありますけど、ミッションミッションやっておりますし、まあアブちゃんのやつとかね、ヨシキさんのもやってますよ。でそういう形のもので、まあ、言うて結構愛情というものが出るというか、そういう風にはなるんですね、編集の仕方においても。まあやり方なんだと思うんですよ。例えばですけど、エンオーディションってありましたが、エンティームのオーディション番組ですね。あれは非常にこう、なんていうか、優しい感じでした。うん。アイランドがね、非常に厳しいオーディションだったもんだから、実際こっちは度肝抜かれた部分がね、
ありました。ソンドゥクさんこんな優しいのかいっていうね、まあ見てない方にはなんじゃなんじゃいそれだと思うんですけど、そうなんですよ。まあなのでまあお国柄によってやっぱりやり方って変えた方が良くて、日本はやっぱりあんまり厳しいものって好まないですね。まあ古くは和の国って言われたね、魏志倭人伝の 和の国ですけど、まあ和っていうのはね、いわゆる和になって踊ろうのあのみんなの和、平和の和でもあるような気もするし、まあ威厄かもしれないけど、だからそういう和っていうものを尊ぶみたいなところはきっとある。まあでもね、なんかやっぱり、それも最近はね変わってきてるような気もするんですけど、あの韓国のオーディション番組はやっぱりこう争うっていうところを前面に出した方がその方が盛り上がるっていうのはあるみたいで、もともとはね、まあ M ネットの、まあ、この番組というかおそらくボーイズプラネットもそうなる。でもある意味ちょっと古いやり方ではあるような気がして、それで本当にいいのかどうかっていうと私には分からない。ただおそらくこの予告編見る感じでも結構バッチバチにやっていく感じにするんだろうなっていう気はする。争うっていうかね。でそれが古いやり方かもしれないっていうのと、それが正しいかどうかも分からないって言ったのが、私はその追ってなかったけど青春スターっていうオーディション番組があったんですよ。で N サインかな、ちょっとグループ名間違ったら申し訳ございませんが、まあ、結構その優しい感じのオーディション番組があって、それがでも韓国のもので、それはその日本人とか中国人とか他の国の人たちはいなくて、韓国の人たち、主に韓国の人たちだけでやってた。あ、でもねデビューメンバー日本人いたりするみたいですが、そのやり方で結構実際いい感じに盛り上がったみたいなので、そうだからその辺も含めて今後やり方変わってくる可能性はある気はしてる。うんですね。で実質バッチバチにやるだろうっていうふうに予測はしてるけど、本当にそうなるかどうかっていうと正直わかんない。ただ M ネットはそういうもんだよねっていうやっぱり先入観っていうのはどうしてもある。うん、そう。だから例えばですけど、まあそういうのが好きな人たちっていうのもいるじゃないですか。うん、だから結局ね、争い事が好きっていうと言い方に語弊があるけれども、まあ、いわゆるそのプロレスにしても、まあ、いろんなものにしてもバッチバチにこうやり合ってる感じとか、まあ、スポーツにしてもね、そういう風な感じの好む人たちっていうのもいるし、だからおそらくは、まあ、中には多分馴染む人もいると思いますけど、ザ・ファーストで初めてあるいは久々にオーディション番組を見たっていう人で、まあ、せっかくやってるからちょっとアベマ TV でやりますがね、アベマ TV で見れるのでせっかくだから見てみようかななんて感じの人がいたとして、もしかしたら度肝抜かれるかもしれない。うん、予告編を見てね。ただおそらくは一番最初の段階で険悪な感じとかそういったものの演出はないとは思ってる。ただね、実際のところ起こっていないことなのに編集の仕方で明らかにこうだろうって思わせるような演出の仕方も普通にしてきます。ただね、番組なんでね、でもね、おそらくね、どの番組でもね、そういうのあったと思うんですよ。結局番組として面白くしなきゃいけないですから。そうで、結果ね、やっぱりオーディション参加者って、まあ、今回そのペンタゴンのフイ君とかもいますし、まあそうなんですけど、基本的にはね、参加者ってほぼほぼみんな素人さんなんですよ。それはまあ練習生とかで歌やダンスやラップなんかはがっつりやってきて、中にはタレント的なことをできる人もいるかもしれない。とはいえやっぱりね、プロじゃないんですよ。で、昔の日本のテレビ番組もまあ素人さんとか結構普通に出る番組とか意外とありましたよね。風雲竹市場とかね、懐かしいこと言ってんな自分でびっくりだぜ。うん、まあ NHK のど自慢なんかもそうですけど、まあ、クイズ番組なんかも含めてね、まあ、実質ねテレビの話なんで、エキストラで一般人とかを演じていた可能性っていうのもゼロじゃないとは思ってますけど、でもその一般人枠っていうところで、まあね、クイズ番組賞金100万円みたいなあったわけですけど、どうしてもその素人さんが出るってことになると演出が必要なんですよね。だから場合によっては
ちょっと誤解されるような演出とかそういったものもやって番組を盛り上げると。それはその国関係なく、日本だろうとアメリカだろうと韓国だろうと、まあ、中国だろうと、ね、どこの国だろうと、まあ、そういう番組を盛り上げるための編集とか演出っていうのはどうしてもやってくるんで、だからそのこのねボーイズプラネットを見るっていう時に、まあ全部信じない方がいいというか、演出なのではないかというふうに思うべきというか、で特にそれが M ネットの番組の場合はそれが顕著に出やすいと思う。うん、あくまでも予測ですけどね、今までの M ネットさんのオーディション番組の傾向からするとその可能性が高いということです。でおそらく、まあ、これは私の予測です。でしかもベスティーザストミンの方に向けての話なんで、そうじゃない方の場合は今から言う話ってあまりピンとこないかもしれないですけど、もしかしたらいわゆるそのスカイハイ社長 BMSG の CEO スカイハイ日高光弘さんがあんまり好まないタイプのオーディション番組かもしれない。うん、だからね、まあそれは踏まえた上でっていう感じですかね。そう、まあ好まないだろうっていうのは私の勝手な予測なのでわかんないですけどね。好まないからといって注目をしないっていうことではないし、アイランドっていうオーディション番組をスカイハイが見ていたのはね知ってますが、アイランドっていうオーディション番組もかなり、ゴリッゴリに悪いっていうと、ね、あれだな、結構誤解されるような演出の多いそういう番組でしたんでね。でもまあそれが主流なんですよね。日本の番組でもそういうのねやっぱりありますからね。うん、そうガチンコファイトクラブなんかありましたね、懐かしいな。うん、そんなこともありますが、そうだからまあテレビの作り方っていう部分を加味した上で見るべきかなっていうところもありますということですね。まあそういう感じで、まあ基本的にはねビジュアルのレベルがだいぶ高いようだし、当然その韓国人だけではなく日本人メンバーもたくさんいるし、日プ2に出ていた飯沼アントニー君だったりとか、日プ1と中国の創造園に出ていた生見博人君だったりとかねいますし、オルビットの上原淳君のお兄さん上原一華さんもいますしかね、よかスターダストとかの出身の人とか、まあ、出身っていうかそういう人もいるみたいだしですね。あとそのペンタゴンのフイ君もそうだし、あとアップテンションのドンヨル君も、やっぱねペンタゴンのね方が出てるからね、アップテンションの方はなかなかね、いやペンタゴンには話題性ではかなわんかなと思って、そう本当に偶然なんですよね。アップテンションは私が K-POP に興味を持った2017年か18年ぐらい、そうそのぐらいの時に本当にたまたまツタヤでなんかよくわかんないけど K-POP のコーナーから適当に撮ってみるかぐらいな感じで偶然撮ったやつなんですよ。うん、それがアップテンションのデビューアルバムだったから、うん、だからね、まああんまり動画で上げたことはないけど、それ以来なんかアップテンションっていうグループはなんか他人のような気がしなくて、でもまあさすがにずっと追ってたわけでもなく、うん、ストレイキッズとかそういうのを追い始めたりなんかしてね、 BTS だったりね、うん、まあそうなってみると、まあでも今回アップテンションのドンヨル君参加してるんですよね。そうどうしたのかなっていう、やっぱりなかなか難しいんですかね。うん、スキル高いんですよ。でも K-POP の社会って本当に難しくてね、グループも多いし、もうみんな歌もダンスもラップも上手くて当たり前ですから、もうどうやって当たればいいか分かんないけど、でもね MV とかだってやっぱりお金かけなきゃいけないんですよ。そう日本の MV に比べ韓国の MV がお金かけててすごいって話はあるけど、それはねそうなんだけど、その分ね小さい事務所とか売れてないグループとかでも周りがすごいのやるから合わせなきゃいけないですよね。ほら牛丼屋とかにしても周りがね値下げにしたら合わせなきゃいけないっていうのあるじゃないですか。まあ牛丼屋だけじゃないけどね、そういう感じなんですよね。だからね実質華やかな部分ばっかりがフィーチャーされたりはするけど、そうでもない部分っていうのも絶対にあって、っていうかおそらくはほとんどの人たちはそうではない部分を経験しているんだろうなっていう気もしてる。うん、だからそういったところも垣間見られるような気もするし、まあそうですね、だからベスティーザストミンの方である意味ちょっとね音楽とかそういったものの勉強だったりオーディション番組
まあ、こういう感じのもあるんだねっていう勉強にはきっとなると思うし、アベマ TV なんで実はあの無料で見られるんすよ。そう、まあ、あのもしかしたら期間限定とかあるかもだけど、あと3話ぐらいまでとかあるかもだけど、でもおそらくねほぼ 100%、 まあ 100% とは言えないのでほぼと言っておきます。ほぼ 100% とりあえず1話目は無料で見れるはずなので、アベマ TV で2月2日ね、1話目っていうか確かシャープゼロって言ってたから、なんでちょっとねその辺も含めて私は一応ね、動画で上げられるかどうかって正直わかんないんですけど、追っていくつもりではあります。まあ最近いろいろやっぱりヒップホップ含めて音楽の勉強とかもやってるんで、あ、音楽の勉強といってもあの楽譜を読んだりとかそういう作ったりとかって方じゃなくて、単純に音楽オタクとしての勉強でございますがね、うん、それもあるんでやっぱりその勉強の一環で私は見ますんで、まあもしよかったら、うん、まあもしよかったら見ていただければなーなんて思ったりはしてます。まあ無理はせずにで大丈夫ですからねっていう感じです。まあいろいろもろもろ、まあ自分の感想とかね考察などを話させていただきましたが、まあおそらくねこういうタイプのオーディションもあるんだなっていう、そういう風な感想を持つ方が多くなるんじゃないかなと思います。あ、もちろんねもともと K-POP のオーディション好きでずっと見てた方は、まあこの話聞いてもねそりゃそうだよねで終わっちゃうかもしれないけど、まあそういうもんですよ。いろんなタイプの方いますし、そう、まあなんやかんやあってねあるだろうけど、盛り上がっていってほしいし、いろんな可能性が広がっていくといいですね。はい、まあ基本は私はまあ最近は日本のグループを応援するっていう立ち位置ですけど、ボーイズプラネット日本人も出てるし、まあこっちはこっちでね応援したいっていう気持ちはちょっと別人格の部分であったりはするんでね、私はなんか二面性がある人間だったりするんで、はい、あ、悪い意味じゃないですよ。まあそんな感じでございました。はい、ちょっと長々と語りましたが、ボーイズプラネット考察感想という感じでね予告編述べさせていただきました。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。そして今年はねさらにおそらくはいろんなオーディションが出てくるんでね、皆さんも無理のないように楽しんでいってほしいと思いますし、まあ皆さんの推しグルを応援するのが一番だと思いますので、そこの部分で余力があればいろんなところに目を向けてみるのも楽しいと思います。人生楽しんだもん勝ちですからっていうことでございます。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。果てしない空